まあ、で言うと多分、ううあの、砂亀寺の人が多分、でも右側にいた。ペさん何、ペさん何、ペさん何。でも、2死体上がったって言っても、1死体は消えちゃうから、別に近くにあっただけかもしれないですよ。あ、ちょ、聞いてほしい。高田さんが僕に入れる理由なくないですか、全く。今の絶対もう、狼が2匹、2匹を入れた、入れるかワンチャン僕連れ添ったか釣ったとしか思えないし。え、でも、高田さんが、殺される、いや、殺されるために追いかけてきたっておかしくない？そんなことはないでしょ。はい、お願いします。お願いします。よいしょ。よし、今回こそ。やるぞー！ウェポウェポウェポ、いくぞ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 、ピカクロスさん、マックスさん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 。いいふい、オラオラ。エイペックスで培ったこのエイム力見よう。はい、外しました。ピカクロスさん、マックスさん、左に。ゲームもこんぐらいで大丈夫ですかね。ちょっとちっちゃかったよね、今までね。ナビゲーション行って。じゃあそこだけ確認させてください。ゲームもこんぐらいで大丈夫ですか？ OK。じゃあコメント非表示しますね。テラゾー、テラゾー。テラゾーマックス。あ、まあね、マップ開きすぎないようにしないとね。おお。はい。おっと、また死んでます。原田さん死にがち。原田さんが死んでますね。はい、砂ザメです。砂ザメが、見つけました。で、見つけた場所は、ストレージの、うん、あの、給油タンク、左下のところのストレージです。うんうん、給油タンク、タンク、あの、赤い、なんか、給油タンクタスクのところの、まあ、すぐそばで死んでましたと。え、私通った時なかったぞ。ストレージですよね。はい、あのステラです。喋っていいですか？はい、はい、僕ちょっとあのなんかずっとあの一人で右カフェテリアのタスクを2個終わらせ、うん、でちょっとあの一、うん、人になっちゃってたから、うん、スナザメさんが見つけたからタスクやってたのを見て、はいはいはい、ちょっと自分はもう一旦タスクやめて見とこうと思ったんですよね。はいはい、はい、だからスナザメさんあのちょっとちょっとまあ、あのずっとストーカーしてたわけじゃないけど、反ストーカーしてたけど、砂田さんやってないですね。砂田さんが見つけたとき、すぐ近くにいたっていうことでいいですか？ずっと一緒についてってました。てか、あそこら辺すごい人いたんだよね。視界に入ってました。結構いましたよ。計算、計算ミュート解除。計算、ミュート解除。ごめんなさい、ミュートで喋ってました。ちょっといいですか？僕、監視カメラ見てたんですけれども、だいたい皆さん動いてて、で、右の方に動いていたのが、多分緑含めた、集団かなだったと思うんですよ、うん、で、あと動いてたのが黄色が、上のルートっすね、はいはいはい、アッパーエンジン、あの T 字路の方の方動いてたのまで確認してます。で、特段怪しい動きはなかった感じです。あ、ケイさん、カメラ、あ、そっか、あ、で、砂ザメです。あ、なんかピカチュウさんがちょっと言いかけたことが、あ、私終了位置点がエレクトリカルで、はい、アドミンからエレクトリカルの方に歩いてるんですよ。で、エレクトリカル入った瞬間で鳴ったんで、私が通り過ぎた後に亡くなってるって話なんですよね。そう、すげえ近いの。だからびっくりして。直前？直前だと思う。あの、私のエレクトリカルの通路通るってことは、そのガソリンのところで死んでるってなると絶対リポートが反応するので、反応してなかったんですよ。うん、直前じゃないじゃん。ただ結構ね、人いたんだよね、アドミストレージ、エレクトリカルあたりが。交通にマックスが来たから、マックスは白い。プテハシさん、最有力じゃね？違うか、なんかプテハシさんのアリバイがない気がするけどね。砂ザメさん僕と一緒に見たでしょ。砂ザメさん、ピタさん見てました。まあまた後で。あそこら辺が人がたくさんいたので、ちょっと忘れないでくださいよ。じゃあミュートします。はい、ミュートにします。よいしょ、高田さん。スラッシュ。デジモンデバイス思い出すね。テラゾー、砂ザメ、タケオ、ピカクロス。で、橋。よし。さよなら、落ち葉。K さん。エクトリカル行くの怖いな。ナビゲーション行くか。あ、落ちるか。
ケープテ橋。あ、ちょっとマップ見すぎね。また。マックスさ。うん。マックステラ像。ステラ像。テラ像、テラ像。マックステラ像。結構、このコンビセットで動いとるね。これね、一つ目でね、やらせていただいておりますんで。可愛いですね。頭に乗ってるのがタンちゃんでね、ついてきてるのがセンちゃんで、これセンタンですね。オレンジとすれ違い。高田さん。オレンジとすれ違い。白。え、結構死んでんな。カクロスさんも死んでる。あのね、マックスがアドミンで見つかったんだけど、直前まで、プテハシさんと、あと誰かがいたと思うんだけど、プテハシさん覚えてる？全く覚えてないっす。アドミンだよね。あ、わかったわかった。テラゾンさん、どこか、いたとこですよね。そうそう。アドミンね。ケイさんも一緒にいた。あ、いいっすか、いいっすか、話します。プテさんをずっとストーカーしてました。で、プテさんとほぼ、ほぼほぼずっと一緒に入れたんで、あの2人発生してて1人が、あ、そういうこと？そう。クールタイムずっとケイさんがついてくるから、この人絶対やばいと思って僕逃げてたんですよ。ケイさんは100村だと思うよ。100パー村だと思う。ずっとプテさんについてて、よ、うん、1人で2人殺してない限りプテさん村。まあ、今回じゃあケイさんも今回は殺してないっす。僕のことずっと動かしてた。前回の時に監視カメラついてるって言ったのケイさんだけで、監視カメラ100ついてるの見たから、ケイさん絶対村でいいと思うんだよね。うん。うん。でも今回その西隊上がってて、あ、そのためです。西隊上がっててプテハシさんとケイさんがずっといるんだったら、まあ西隊上がることから、まあ2人は西白で、繋がってない限りはここ白だね。マックスの死体が発見されるので、これ議論開始してるんだよね。そうだよ。そうですね、これね、ピカクロスがロアエンジンがセキュリティ側からアッパーエンジン側に上がっていくのを直線で見てるんだよ。見た見た見た。僕もすれ違った。アッパーエンジンとメッドベイの間ですれ違いました。俺ね、その時にね、竹雄さんも見た気がする。白色だったと思うんだよな。竹雄さんリアクターいましたよ、うん、直前まで。いたよね。だからその辺で見たんだよな。で、俺ピカクロスも見てるから。竹雄さんは無理だと思う。じゃあ、高田さん的には誰が怪しいんですか？え、ほぼ竹雄さんかなと思ってる。え、なるほどね。竹雄さんリアクターいたよ、ずっと僕と一緒に。え、センタン竹雄なんじゃないの？じゃあ、あ、盛り上がってまいりました。あ、そういうことか。あ、高田さん、なんていうか、竹雄さんがやった後に僕と合流したってことか。いや、わかんない。ちょっと待って、時系列がちょっと自分でもよくわかんない。やべ、投票したいもう一回押そう、もう一回押そう。スキップ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 。もう一回会議するよ、スキップ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 。もう時間増やしてもいいかもしれない。あ、そっか、入れるよとか言わなくていいのか、これ。押す押す押す。僕、私がボタンを押します。僕、私が押します。ミュートにします。メンタン強調します。いいタイミングで押すな。誰か絶対押せただろ今の。ゼロに。いや、ボタンを連打してた、連打してた。連打してた、うん、連打してたよ。じゃあ、めちゃめちゃタイミングいい。違うな。いや、これやっ先端だな、これ。じゃあ、何の、押さないことに何のメリットがあった？ここで、うん、このブザーじゃなくて、なんか、このタイミング、うん、なんだっけ、こう会議を消費してることに僕はなんかちょっと違和感あるんですわ。あ、いや、待って待って、後半会議はもう自分もう、ないんで、みたいなこと言うことないから。これ、え？宣言したくない？自分押すよって。時間なかったし、まあその話はいいや。じゃあ、疑ってもらっていいんだけど、じゃあ、竹尾さんの、その、流れを教えていただきたいですね。はい、カフェテリア、左上、最初ストレージ行って、はい。
ストレージのタスクを終わらせてからカフェテリア左上やって、アッパーエンジンあたりで高田健さんと合流して、一緒にアッパーエンジンのタスクやって、セキュリティ手前の十字路のタスクやって、リアクターで先端がいて、一緒にリアクターを通した。リアクターの2択目は違うんじゃない？だから、剣士、竹尾、先端は。まあでも、ピカさんは見てないんでしょ、誰も。いや、だから、ピカクロスとかね、セキュリティのところの、なんか、つなげるやつかなんかのところで止まってんの見たんだよな、直前に。つなげる通路っすか、通路らへんの、多分ね、タスクやってんの見たんだよな。あー、手前のやつですね。そう、ね。高田さんの、竹尾さんの容疑は今の話で晴れましたか？いや、わかんない。時系列がわかんなくて。どうなんだろうな。いや、あのプテラですけど、砂ザメさん僕結構見張っててほぼ白で置いてるんで、ケイ、プテハシ、砂ザメをちょっと外していただいて、そうなった時に竹尾さん結構僕的な確率高いから、ここでちょっと投票しておきたいというのありますね。そろそろ処刑タイミングですよね。砂ザメさんど、まあね、どのタイミング、前回の時ずっと見てた。いや、僕ストーカーしてましたね、かなり。かなり全部じゃないんですけど、かなり。かなりいました、いました、いました、いました。それ僕見ても反論が欲しかったけど。やめてください、ちょっと殺さないでください、お願いします。殺したくなる殺したくなる、それ。殺さないでください。入ったな。いいですか。いやーいいですか、違うと思うけどな。やらなかったら終わんないですよ。それだったら高田さんだね。これ狙われてるか。狙われてるなこれ。いや君たちさ、ボタンの前に4人集まっていたにもかかわらずさ、誰も連打はしてなかったね、これね。連打はしてなかったですけど、連打はしてなかったけど、僕押しましたよ。あ、マジで？そう。はい、自分もちょっとあの、カタカタカタって連打はしてないけど、まあちょっとなんか、タスクやろうか悩んでたみたいな感じの葛藤があって一緒。いや、でも、テラドさん、このブザー白いわ。ちょっとすみません、一見、一点いいですか。今、4人いたと思うんですけど、はい、テラドさんと僕と、先端でした。あともう一人。違う。僕もいます。僕いました。プテさんと、あともう一人。あともう一人。砂ザメです。砂ザメです。砂ザメです。この中に2度いたらダブルキルで終わってたので、そんなことない、そんなことない。クールタイムがあるです。ありますよ。あ、本当？あ、クールタイムって何秒？一応30秒なんで、じゃあごめんなさい。にはなかなかきつかった。なるほど、なるほど。了解です。今、話さなきゃいけないのは、6名いて、二人狼残ってたら、この次のキルクールタイム回復するタイミングで負けてしまうので、もう一人釣るか否かについて話したい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 。あ、でじゃあ砂ダメいいですか？いや、一瞬だけ先話させてほしい。あ、了解です。すみません。高田さんはなんで僕にずっとついてきたんですか？今キル狙ってましたよね今。俺が先端キルしたら俺釣られるだけだから負けるくない？だから俺を先端が狼だと思ってるから、俺をキルすれば先端って絶対釣られるから、俺のこと噛まねえかなと思ってずっと釣った。別に俺が先端だけど、俺が今までられるだけだ。竹尾先端なわけですよね、高田さん的には。俺はほぼ先端かなって思ってる。じゃあ追いかけてくる理由なくないですか、別に。いや、だから俺のこと噛んだら先端って勝手に自分の首縛るから、俺のこと噛めばいいのにだと思って。いや、でもそれって、それってでもさ、中央に4人いることを知った上での行動じゃないですか。それ時系列おかしくないですか？それは俺はもういや開始時点から俺絶対センターの後ろついていこうって決めて。いやでもいやでもロンプさんが楽しんだら結構センター怪しくなる、なるからね。で俺がセンター噛んだら俺が。俺の要素しか取ってないから、高田さんとセンターはなんでお互いにうやあの疑ってるのか分かんなくて、ピカクロスが死んだ疑いを持たせてんの。リアクター側にいたんじゃないの君たち。時間なすぎません。いや、そうっすね、時間なすぎれば。ちょっと待って、あー今日いか。こうなるんだ。もう一回押して、もう一回押して、これ危ないよ。いや、まあ、そうなるんだ。なんでだよ、おい、人狼人狼、おい、ゆうましょー。なんでだよ、おかしいだろ。あ、死んでないのか。死んだと思ってた。あ、そうそう、同票か。死んだと思ってた。完全に泣いてた、今。誰もいない。はい、今回で決めよう。いや、投票したの誰？高田さん入れました？僕に。
俺は入れた入れた。なんで入れたんですか？え、僕も入れましたよ。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。だってケイさんを村置きしてて、ケイさんってプテハシずっと見てて、そのプテハシのさざめを見てるわけでしょ。もうそうそう、だから、ケイさんの墓だ、テラゾーなんすよ、僕的には。ただ、一つだけ言うのは、スナザメさんは途中から見たから、プテさんは自信あるけど、スナザメさんは半分ぐらい。あ、え、でも、プテハシってずっとスナザメ見てるから。いや、プテハシはね、スナザメ 80% ぐらい。あ、了解です。いや、でも、まあ、多分、ほぼしろ、ほぼしろ、ほぼしろ。お前そこ、プテさんが言うなら信じる。なん、テラゾーさん？なんだそれ。プテセンターかなって感じになってるだけ。あ、ごめん、テラゾーさんさ、死体見つけた場所どこだっけ、ごめんなさい、アドミンの入り口です。テラゾーさん入り口、はい、了解でーす。テラゾーじゃない、なんで急に変わるの。いや、これそんなわけないでしょ。いや、おかしいでしょ。テラゾーでしょ、これ。いや、ちょっと待って、要素で拾ってくれ。ちょっと、なんで要素で拾ってんの。でもね、一応言っとくと、1回目の殺人の時、テラゾーさん上にいたから多分物理的には無理だと思う。1回目は1人しか死んでないからね。え、西谷、あ、そうかそうかそうか。あれ、西谷って上がったんだっけ。この西谷、あ、ごめんなさい、じゃあタイミング勘違いしました。西谷上がった時って、だってさ、竹尾先端、俺ら辺は同じ位置にいたから、ピカしかやれないから、先端と竹尾だったら違うよねと思った。まあ、で言うと多分、あの砂亀寺の位置が多分右側にいた。プテさん何、プテさん何、プテさん何。でも2死体上がったって言っても1死体は消えちゃうから、あ、別に近くになっただけかもしれないですよ。あ、ちょっと聞いてほしい。高田さんが僕に入れる理由なくないですか、全く。今の絶対もう、狼が2匹を入れた、入れるか、ワンチャン僕連れ添ったか釣ったとしか思えないし。え、でも、いや、高田さんが、殺される、いや、殺されるために追いかけてきたっておかしくない？そんなことはないでしょ。いや、ここで入れる理由はある。だって、ダブルキルされたら負けちゃうから、誰か殺さないと。いや、でも、じゃあ、高田さん入れましょうよ。だってピカクロスさん殺したら高田さん、もう、え、高田さんが竹尾さんなんですよ、僕の中だったら。だからローラースタイが高田さん入れました。高田さん、もうわかんない、僕高田さん入れる、僕高田さん入れる、僕入れる。いや、もう不自然すぎる。高田さん、君たち、なんでだよ。おかしいだろ。なんでだよ。テーマ出せる、テーマ出せる。これ人狼の2票入ってるじゃん、明らかに。これ修理してきてね、修理してきて。押して押して押して。いや、面白すぎるだろ、マジで。ここ高田さんと僕違かったら、もうどっちにしておしまいだろ、これ。もうこの不毛な戦いをいい加減に終わらせましょう。いや、だから、え、もう明らかにさ、僕にさ、3匹を入る流れではなかったでしょ、少なくとも。今絶対狼2人がもうワンチャン狙い、僕釣れたらいいなと思った流れじゃなかったですか。で、村からが高田さんに入れたって感じですけどね。今日整理しましょう。僕高田さんに入れてます、1票。先端1位。はい。砂ザメ、高田さんに入れてました。私も高田さんです。ボタン残ってんのって誰？あと、エマジェンシオするの。もう残ってないですよ。砂ザメ残ってます。なのでだけか、こんなわけない、もっといるはずだ。まあまあまあ、一旦じゃあ、今日誰釣るかちょっと決めて。じゃあ K さんも僕に入れたのか。センターをロラした場合、いや、ボタン押したらあと一人釣れるわけかな。ロラはできない。センタン高田に一郎は絶対にいるから二人とも釣りましょう、うん、それでどうですか。で、あと間に合う。ベラゾーさん怖そうで。一ついいですか。絶対いけるじゃん、4人残れば大丈夫だから。今の票数的に、プテさんとスナザメさんは村角だとすると、狼が二郎行った時に入れられてるのはセンタンなんですよ。なんで高田さんの方から僕先に処刑したいなと思ってます。嘘でしょ、うん、いや、そう、なるほどね。センタン、ね、でも、とは言ってるけど、待って、でもタスクで死ぬかもしれないです、O2 とかで、あ、きついんで結構。でもさ、K、間違えたらなんか、K さんさ、K さん、K さんでもさ、私入れてましたよね、でも1個前、今表を整理したら。入れて、プテさんとスナザメさんが入れたってことは、センさんがいないから、だから、ね、その前の回でセンターに2票入ってるから、この中に狼が多分入れてると見て、高田さんに入れて、次はセンターを釣りましょう。いや、そう、いらなくて、高田さんだけでいいじゃん、それだったら。いや、違う、ボタン残ってんだったら全部釣れるんだよ。押せばいいから、ずっと。え、今日の使って高田さんから釣りたいな、ローラーするんだったら。もう入れますよ、私は。じゃあ、また、高線ローラーしますよ。うん、で、あ、すなずめさん、僕高線ってのは頑張ってローラーしますよ。あ、でも、竹雄で聞いてる気がする。いや、狼、すいません。狼が、ボタン押す権利持ってたら、やばいから、そこだけ注意ですね。あんまり押す時間ないと思って。こんなにマップのよく出ないことあんの。いけるわ、この争いが。
高田さんじゃなかったら申し訳ないね。これピタヤさんミュート。ちょっとリアクターやっときたいな。うわ勝っちゃいました。いやマジかやば、ええそこやばい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 最初のキルの話です。最初のキルはもう知らんわ。キルの時、僕、砂ザメさんの目の前で殺しちゃって、やべえ、絶対見つかったと思ったら、なぜか見えてなかったみたいで、やったみたいな。見えてなかった、うん。うん、あれ、めっちゃいたんだよ、なんかその、ちょうど追いついたアドミンの直った直後だったから、マジか。ボタってしてて。Aさん、白起きちゃったら僕は悪いわ。いや、俺も白起きちゃったわ。ね、ヒャクロス殺害については、私、すれ違った順番は、高田さん、武雄さん、センタンさんの順だったので武雄さんの犯行ほぼ不可能かなと思います。いやそうなんだよ、武雄さん釣りたくなかったんだよな。そうちょっと待って、それよりも聞きたいのがなんでプテハシさんとケイさんずっと一緒にいたのにケイさんは殺せたの。いやケイさん殺したの。殺した殺した。えどうするプテさんがアドミンで殺した、ま、マジかマジか。いや僕ほでも一瞬多分ペッて殺してすぐ来たんじゃないかな。じゃあ、うん、いや確かに、いや 100% 結構ちっちゃいじゃないですか明かりが、うん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 、だからまあ、うん、多分見えてなかった 10% ぐらいの時に殺してますよ。そしたらえでも私はほとんど見えてたってことでしょ。計算を大体はほとんど見えてた。だからよくやったらその黒 い, いだから画面が暗いのをうん、攻めたプレイでした。ケイさんそう 手が、ま、もう血で染まった状態でプテさんと死にました。いや今のはちょっとカメラなんかよく分かってない方がね、ケイさんよく分かってないって言ってたからそっちの方がだって逆に攻めたプレイできそう。テラノさんがローラー飲むのがおかしいと思ったんだよな。それでは俺はいつもローラー飲むんだよ。てかこれ身を残ってる状態でローラー飲むのがめちゃくちゃさ鬼視点さ村同士でバカみたいな争いしてくれいつまでも争いが終わんない。なんか宇宙人まで一番楽しかった今までの中で。いやすまないマジで申し訳ねえ。ケイさんに殺された瞬間その次の一瞬で高田健志が100計算はしろとか言い出す。いやだってケイさんとプテハシが正面に立ってるからいや絶対殺せないから。そう砂ザメも結構そのプテハシ系がずっと一緒にニコイチなのよく見かけてこれは確かにそうだなっていう正面成り立ってる発言だったからもう絶対白になっちゃう。高田さんそれについては一個言うとK さんがカメラ見てたって言うけど私殺される直前アドミンのマップ見ててセキュリティに誰もいなかったのでK さんがカメラ見てたっていう時間がずれてるんでおかしいんですよ。そういやまあそうだからカメラ見てんのおかしいからな。助けやってないんだよな。だから助けこのゲームマジ大事なのが時系列がガチで大事なんでそこの部分を整理した方がいいっすね。次行きましょう。面白かった。センタンさんとさ、うん、寺戸さんが3分で割れるのがくっそいだ。寺戸さんちょっと提案なんですけど議論時間もう少し増やしませんか。そうっすね。あれ何だったの。寺戸釣りたかった。いやー 今議論時間何分だったの。9分で2分ですか。2分高田さんが怪しい要素にしかならなかったから捉えるわけないよ。あれで死ぬわけない。あれーと先端じゃないわ。テラソンだ。先端の戦いなんだよこれは。クソタッカーされてた。いやー K さんちょっと黒塗りできんかったわ今回。行くぞ。投票ぐらいじゃないかな、はい、やっぱり。匿名投票いらなくないですかあれ。いやいいんじゃない。それのおかげで面白かったと思いますけど、ね、いや面白かったわ、うん、今の3票3票で割れたのめっちゃ笑ったわ、うん、まあ、とりあえずもう1回、うんうん、じゃあまあまあまあはい、はい、投票時間30秒伸ばしましたので秒はい、はい、いたします。いやー議論面白すぎるなマジで。みんな面白かったね。はいじゃあミュートにします。あこれ抜けるな。はい計算がごめんなさい飛んだ。あーオッケーオッケー。すいません。はい、ミュート解除にします。なんか今日はうまくいかないね。ねなんか
あれ画面が真っ黒。ちょっと一旦回あればクライアント再起動します。はい、ゲーム出たかな、まあ、別に再起動まではしなくていいと思うけど。あ、い、うん、あ、いけたね、普通に。了解です。もう議論9割、タスク1割って感じだった、今の。いや、もうしょうがないな。議論に全くなってなかったよ、ここ。そう、あの、議論というよりかは、あの、責任のなすりつけ。え、でもなんか、なんか怪しかったな、あとセンター怪しく見えちゃったもんな。超楽しかったわ、今のやつ。めっちゃ楽しかった、今のゲーム。テンションで黒いと思ったわ、テンションで黒い。パッションだったのかな。ああいう議論めっちゃ楽しいわ。ちょっとちゃんと推理して投票しないとな。いやほんまによ。なんで僕にあんな票入ってんだよ、おかしいだろ。かたくなに先輩入れたからな。マジウケたわ。ずっと笑ってたわ、ほんとに。あの議論楽しい。あと一人誰だ。楽しかった、今の議論。ちょっと待って。うん、同じ部屋だよ。OK。ちょっと待ってください。いや、みんな、すごい、自己主張が激しいから、なんか、うるせえんだよ。うるせえな。いや、私、ああいうファッションすげえ好きなんで、もう。いや、最高っすね。はい、リプレイします。最高すぎる。